じゃあプランクトレーニングをねやっていきます。で基本的には1分間行います。やり方とすれば、肩の前に肘がある状態で、頭の後ろから腰先まで一直線上になるように、キープしてください。お尻上げすぎたり、腰が反りすぎたりしないようにお願いします。あとは、まあ、お腹が結構プルプルするところが一番いいかなというふうに思います。腕とか足が辛い方は多分お腹に力が入っていないので、お腹がプルプルするところを探してキープしてみてください。以上です。